こんにちは。私たちはアルクトゥルス協議会です。皆様とつながれることを嬉しく思います。私たちはできる限りあらゆる方法で皆様をお手伝いさせていただきたいと思っております。私たちはあなたが生活の中で直面している特定の問題や課題に関して私たちに助けを求めることをお勧めします。私たちはあなたが私たちに助けを求めてほしいと願っています。しかし、助けを求めるということは、その瞬間に助けが存在することを認識していることも私たちは知っています。したがって、求めているものを受け取るためにもっと心を開くことが求められるのです。あなたは私たち、あなたのガイド、そしてあなたに代わって24時間体制で働いてくれている他の多くのヘルパーによってすでに提供されている、すでにそこにある助けに心を開いています。私たちの誰もあなたの代わりにそれを行うことはできませんが、私たちがあなたを助けることはできるということを忘れないでください。私たちはスペースを確保したり、特定の方向に誘導したり、妨げになっているものをすべて解消するアクティベーションやアップグレードを提供したりすることで、あなたが望むものを手に入れたり、目的地に到達したりすることを容易にします。あなたが望む場所にいることは、あなたの経験の中ではるかに大きくて不快な騒音です。言い換えれば、すべてのアップグレードとすべてのアクティベーションは、あなたの中にある抵抗、ブロック、信念を選び出し、それを解放できるようにするのに役立ちます。しかし、あなたはそれをすべて自分でやっているのです。助けはあなたをサポートし、あなたを導き、あなたを愛し、あなたのためのスペースを確保するために存在します。それは常にそこにあり、私たちが今それらすべてに番号をつけたくないほど多くの存在からそこにあります。この伝達、あなた方の中にはより多くの課題に直面しているため、他の人より多くの援助者がいる人もいますが、あなた方全員が途方もない量の援助を受けています。リラックスして力を緩め、心を開いて、すべてを受け入れると、それが押し寄せてきます。特定の場所、または特定の生計、または特定の存在、または集団から来ただけです。想像以上に、たくさんのサポートが待っているので、安心してください。喜びを経験する機会を探すことができ、自分がすでに想像してきた人生に感謝することができます。五感などを使って全てを味わうことができます。常にさらなることが起こることを知って休むことができます。あなたをサポートするためにより多くのエネルギーが常に入ってきます。そしてより多くの権限が常にやってきます。なぜなら、それらはあなたが創造したものであり、あなたのものであり、それらの創造物を経験することはあなたにとって避けられないからです。私たちは自分がどう感じるかが重要であることを思い出させ、自分が想像したものを経験することは避けられないことを思い出させることで、何かを実現するまでの時間を短縮するお手伝いをします。私たちはあなたが受けているすべての助けを思い出させ、喜びこそが道であることを指摘することで、あなたがすべてをより早く実現できるようお手伝いします。あなたは喜びや楽しい経験や状況への道を進んでいるのではなく、むしろその道は喜びによって創造され、あなたが喜びの中にあるとき、あなたはその道にとどまります。あなたはこれからも前進し続けます。それはあなたが進む運命にある旅です。皆さんは膨大な量の援助を受けているだけでなく、これからも膨大な量の援助を受けます。あなた方はその肉体において地球上でまだ経験していないことがたくさんあります。
ライトボディで5次元の地球に到達するまで、ただ待つ必要はありません。あなたが喜びの状態にあり、愛に包まれているのはその時だけではありません。あなたが究極の自由、知恵、自信を経験するのはその時だけではありません。それらの振動はすべて今すぐにあなたに利用可能であり、あなたのヘルパーは皆、あなたがそれらの振動を受け入れ、それがあなたの肉体に伝わるのを感じるのに十分リラックスできることを期待して、あなたにそれらの振動のシャワーを浴びせています。だからこそ、外に出て母なる地球と母なる自然を楽しむことをお勧めします。私たちは、それらがあなたを安心させ、家の中のすべての思考形態やすべてのエネルギーから離れると、心を開く可能性が高まることを知っています。私たちは、これらすべてを沈め、これからあなたにやってくるすべての助けを、あなたのエネルギーフィールド、チャクラ、細胞、DNA に入力することをお勧めします。そうすれば、あなたはその瞬間に変容を感じるでしょう。私たちはアルクトゥルス協議会であり、皆さんとのつながりを楽しんでいます。